お時間です。マリテンです。トークです。はい、本日のトークテーマなんですけども、はい、こんなお店は移籍しよう。移籍だ移籍だやばい企画、やばい企画、ね、もうスタッフさんもうこんなん見せられないよ。マヨタイなんて見せられないよ。まあでもそこ逆にここ気をつけてもらえれば、確かに確かにいいお店ってことですよね、うん、逆にこれにね一個も当てはまんなかったら、ええ、そのまま存続ってことですよ。そうですよ、超上から目線のちょっと企画です。もちろん私たち側にもめちゃめちゃ至らぬところはあるんだけれど、人間ですから。ただちょっとここはちょっと我慢しなくていいんじゃないの。そうね、なんか我々結構やっぱその講習だとか、まあ、DM だとかでいただくのが、まあ、こんなお店なんです、しんどいです、でもまあこんなもんですかねみたいなのが結構いただくんですよ。でもなんかそれって実は悩まなくていい悩みだったりだとか、なんか一歩ちょっと他にねお店に踏み出したら解決するような問題だったりするなっていうのをすごく思うところがあって、今日はねこれだったらもう我慢しなくていいよっていうのを羅列していきます。わかんないからねみんなね。これは普通じゃないっていう動画です。はい、はい、それでは行ってみましょうか。行きましょう。はいはい、スタッフさんがお仕事中に明らかに自分の個人ツイッターを開いて全然違う女の子のいいねリツイートをして見ちゃった時そんな見る場面ある？あ、移籍しようと思ったそれはそう、もちろんね、ずっと貼り付けでさ、いやお化粧していくのも大変よ、もちろんね、タバコ吸わない方だと休みとかもない、うん、もちろんいいんだ、もちろんいいんだけど自分の店のツイッターも動かさないでみたいなのを。確かにね、確かにね、まあ、それがね、お店のツイッターだともちろんね、もちろんもちろんいいわけですけど、どこの店の女の子にツイートしてんねみたいな。ありますか？はい、はい、スタッフさんが性病に対する知識が皆無。危ないですね。ありますよ本当に。グリーンスだ染みなかったら大丈夫だから。性病検査？え、みんなやってないやってないみたいな。1年に1回でいいんだよあんなもん。いやいやいや、お前にじゃないのよ。そうなんで、やっぱりねお店の中でもやっぱ女の子の健康は一番大事ですから。一番だよ。一番。だからそれに対して無頓着っていうのはやっぱ危険です。うん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 。移籍しよう移籍しよう。続いて。はいはい、電話対応が極悪。極悪、どんなレベル？はい、あリエですか？あ、うわ、あトーコ、トーコですか？あトーコは空いてますよ。あ、はい、あホテルは、あいや、まず敬語みたいな感じ悪い。窓口ですからね。そうなんです、ね、そうなんです。やっぱ働いてるとそのお客様を受付の対応で逃すっていうこともね十分私ってあり得るお仕事で、うんうん、結局はお店に繋いでもらわないといけないわけですから、うん、そこのパイプがボロボロの極悪だったら、うん、やっぱりお仕事するのは難しいと思います。なんかお店はお店についてると思うけど、やっぱ女の子につくのよねお客様ってね、うん、なんかその女の子に会うまで そのパイプがゆるゆるだとやっぱお客様ね辛いのよねとってもね。だし何かあった時にやっぱそういうお店ってちゃんと対応ねしてくれないと思う。確かに、うん、はいスタッフさん、さっきちょっとこういうお客様がいてちょっとうまく対応できなかったんですけど。いやあるよね、わかる。いや俺なんてさ、あなた接客したことあるんですかっていう、なんか自分語りで相談を返してくれるスタッフさんがいる。誰か思い浮かべてる役がありますが、めっちゃあるあるだと思う。なんか女の子からもそれこそご相談とかたまにしていただいた時に、そうなんかスタッフさんにその相談するんですよ、このガチ恋ってこの大丈夫なガチ恋だと思いますか、それともうちょっと NG とかどうしたらって言っても、うん、ああまあみんなうまくやってるからそういうのまあまあ俺もうまくやれるから待ってみたいな、ね、なんだろう、私たちはスタッフの仕事を 100% できるわけではないし、スタッフさんの女の子の仕事をね 100% 同じようにできるはずが絶対的にないわけですよ、だからもうお互いちゃんと尊敬し合えるっていうお店、はい、じゃないとやっぱきついですよ、うんうんうん、人間関係一番だから、うん、そう、そこ傷つく必要きっとないはずなのにって思って移籍しちゃえよって思う、うん、移籍しちゃえしちゃえはい、サイトがダサいあるある特にですね、私が気になるのがなんかよくわかんないこうバナーはいはいとか、私が一番気になるのはその文言が、うん、なんかこう下品すぎる、うん、で、まあお下品なねお仕事の部分もありますのでもちろんねエッチチな要素は必要だとは思うんですよ、はい、ただなんかただいま大安売りみたいな下品すぎる下品すぎるのは結
局そういう細かな部分からこうお客様の対応が変わったりとかするところもあると思うのよ。汚いというか汚い壁は落書きされるのと一緒で、うん、やっぱ綺麗なこうサイトから素敵なお遊びが始まると思うの。そうね、そうね、移籍しよう、移籍しよう。はいはい、スタッフさんがヘブンの最新事情に疎い。おお、これが多分結構最近ヘブンもいろいろこう変わっていくから、お店によって詳しい人がいるお店と、うん、全然詳しくないお店との差がすごく開いてると思うんよね、うんうんうん、だからなんかやっぱちゃんと研究をして、うん、やっぱりどうしても、まあ、都内だったらもちろんヘブンが大事だったりはするから、うん、そこをちゃんと知ってこう女の子に教えられる、うんうん、知識をこう蓄えてくれるスタッフさんがいるお店の方がいいと思います。もう戦いはネットで起こってますからね、うん、現場はネットですからね、はい、はい、はい、写メ日記をかけかけって言ってくださる割にこっちの出したスケジュールなかなか上がらないお店ありますよね。結構これ本田ルッカのお悩みランキングで、いや全然対応遅いんですよねとか、スタッフをやってた私がすごく感じてしまうのは、はい、あの写メ日記をかけかけって言うくせにガールズヘブの店長日記全然書いてないじゃないですか。あるある、そこしし思いますね。確かに確かに、あるあるある。背中で見せてくださいそうそう、ね、いいお店のスタッフさんとか、うん、こういう写真が映えるよとか、うん、そうね、なるよとか、もうちょっとこの時間上げてみようかって、うん、ちゃんと相談に乗ってアドバイスをくれる人はすごくいいと思うのに、うん、なんか俺はこういう日記が好きみたいな、ね、ね、なんかこう写メ日記の相談をね昔した時ですよ、うんうんうん、あの若かりし頃です、うん、なんかどういう写真がいいと思いますかって言った、うん、おっぱいじゃねあなたを移籍しよう、はいはい、スタッフさん、明らかにスタッフさんがお店のその裏掲示板とかに情報を流出している。いやこれさ、なんかそんなバカなって思うじゃん、うん、あるよね、ある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 、聞く聞く、もう解決したんですけどみたいな話とかでも、いやなんかひどいなひどいなと思って開示請求してみたら店だったみたいな、そんなことあるみたいな。なんかさ、情報が出ちゃってそれを流すために、うんうん、どうでもいい情報を書くとかあの、うん、うちの、その、あの、私がやっていたお店で、うん、その、スタッフの社員の子がずっと掲示板をね、書き込んでいてくれたんですけど、うんうん、まあ、その内容が、うん、まあ、授業、授業、授業、ずっといやいや、ちょっと見たことあるな。何をしたかったかっていうと、まあ、一回ね、その、お店の女の子の本名が書かれちゃったのよ。でも消すのにやっぱ最低1週間ぐらいかかっちゃうわけよね、うんうんうん、だからなんか目につかないように流せってなって、授業も授業も次のそれまでずっと書いてる。素晴らしい。まあね、そういうのはあり、そういうのは OK よ。いやなんかでも見てるのに何もしてくれないとか、そう、ね、むしろこんな言わしとけば、なんかそうね、あと見てないのも逆に危険だとは思います。そうね、そうね、結局そこもやっぱリスク管理の一つだから、うん、掲示板は俺見てないよみたいな、うんうん、お店もう全員見てないから気にしないでっていうのは逆に危険だと思う。うん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 、移籍しよう、移籍しよう。はいはい、オーナーがお店の女の子と付き合ってる。え、これめっちゃ聞くのよ。めっちゃあるのよ。しかも本当にあるのよ。噂レベルじゃないのよ。しかも何人もなのよ。ですね。いやなんか過激なオーナーでね、むしろオーナーに気に入られないと、うん、あのランカーになれないらしいって言われるのもさ、その店のじゃあランカーやってる子もかわいそうじゃない、うん、じゃああの子はそうなんだみたいな、うん、そうじゃない子も絶対いるんだけど、うん、なんかでもあの子もあの子もされてる子もいる子もさ、いやそういうのはやっぱなんかまあお仕事ですから、なんかすごい思ってしまうのがやっぱこうアダルティーなさお仕事だからこそ、こう女の子にセクハラをしないとか、パワハラをしないとか、ちょっとダークなこう噂を流れないように自分でするとか、なんかそれすごい大事だなって思います、うんうん、むしろより誠実であろうと、そうそうそう、もう一番気をつけなきゃいけないよそんな、うん、って思う、うん、思う思う思う、ということで、まあ、過激なちょっと、ね、はい、動画を撮らせていただいたんですけど、でも、うん、ある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 だと分かるってお気持ちがもらえたら嬉しいですが、どうでしょうか。はい、はい
だし、なんかあとは本当に一人で悩まないことも大事だなって思います。変にこううわーってなってパーンって言ったら、やっぱ大事にしてこうお仕事の実績をね積み上げてきたのがもったいないとは思うから、なんかどこでこう自分の折り合いをつけるか、どこで移籍するかっていうのもね、なんかこう冷静に考えられたらいいななんて思っております。なんかやっぱ一番健康な状態は本当に次行くお客様のことだけを考えられるお店、素晴らしい、それこそがいいお店だと思います。思います。はい、それではこの動画分かる分かると思ってくださった方、いいね、高評価お願いします。お願いします。他にもこんな話題扱ってほしいなどは、ぜひあの DM などいただけたらとても嬉しいです。それではまたお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。